はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活の公式ホームページを見ていきたいと思います。アップデート来ないね。来ないね。まあ、アンケートの後に来るっていう話だったけども、アンケート16日終わりました。その後、全く来る気配ない。2月15日に、一応ね、情報は更新されたのよね。大型アップデートの第3弾、なりきりブギウギ超新星のアップデートの情報は出たの。でも、配信日については、もう未だ変わりがない。2021年初頭に配信予定なんだよね。このね、初頭っていうのを、俺ね、ちょっと調べてみたのよ。初頭ってどれぐらいなのかっていうのを。そうすると、結構ね、見解には差があって、でも大体の人が、初頭っていうのは、1月中っていうのよ。1月中。大体はね。でももう、2月終わりそうだよね。なんだろうね。まあ、2月中に来てもらえれば、まあ、初頭っていうことになるのかな。わかりません。で、俺が一個ね、ちょっと気づいたのがあって、これだね、妖怪ウォッチの公式ツイッターツイートなんだけども、これに毎日更新があってるけども、このね、妖怪学園 Y の第3弾のアップデートになる、なりきりの衣装だね。これが、毎日1個ずつ紹介されていってます。で、今、4回目かな ?4 つ目。スナックワールドの衣装が紹介されてます。で、あと、紹介されるのはおそらく二の国。だね。これが明日、あ、いや、今日かな。金曜日。本日、更新されるかな。となると、もう、このツイッターで更新することは、配信はね、ないんじゃないかな。まあ、別にね、なりきり衣装が増えるんであれば、その分もあるんだろうけど、今週、怪しくない?今週、アニメが、夜あるでしょ?今日。金曜日の夜にアニメがある。そのアニメの後に、更新されるか?情報解禁されるかな?かもしれないね。アニメの後に情報を更新して、で、今日の夜中0時から配信スタートっていうこともあるよね。なんか前そんなことあったような気がするんだけど。まあとにかく、早く来てください。早く来てほしいね。はい、ということで今日はアップデート第3弾がいつに来るのか、また考えてみましたけども、さすがに3月は初頭って言わないんじゃない?初頭って言ったらやっぱ1月2月までじゃないのかいな。まあ、とにかく心待ちにしております。よろしくお願いします。はい。ではまあ、またね、アップデートまでも動画出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして生放送もしますので、ぜひ参加してください。それではご視聴ありがとうございました。そいや。